イエング、いい子だから巣に戻りなさい。ニエガはまだ休んでいるの。ラゾーリー、オイラたちが来たぞ。まあ、急にどうしたの？シロネンまで。お久しぶり、ラゾーリおばちゃん。ニエガから手紙受け取ったよ。勇敢な手食いが欲しいって書いてあったから持ってきた。でもこの本っていろんな想定が出てるじゃん。どんなのが好きなのかわからなくて。かがり木の民の伝達師に聞いてみたら、こういう柔らかいカバーのが流行ってるんだって。だからこれを買ってきた。シロネンは相変わらずね。さあ中に入って。ちょうどショコアトゥル水を作っていたところなの。味見していってちょうだい。シロネンは小さい頃、ショコアトゥル水が大好物でね、うちに来るたび何度もおかわりしていたのよ。シロネンがこれくらいの頃、やっとニエガが生まれて。まあとにかくまずは中に。おばちゃん、早く家に入ろう。旅人、一緒におばちゃんを支えてて。おいらも手伝うぞ。イエング、いい子にしてろよ。邪魔しちゃダメだからな。早く中に入ろう。おばちゃん、足元に気をつけて。ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、看病で数日寝れてないの。急に日に当たったら頭がクラッとしたわ。びっくりさせちゃったかしら。ショコアトゥル水を持ってくるから、みんなは座ってて。すぐ戻るわ。もう持ってきてあるよ。はい、おばちゃんの分。こっちはあんたたちの。ショコアトゥル水ってショコアトゥルの種で作るのか。苦いらしいけど、実際どうなんだ。旅人、先に味見してくれよ。大丈夫大丈夫。おばちゃんはショコアトゥル水を作るとき、いつも砂糖をめちゃくちゃ入れるから、そんなに苦くないよ。前に来た時はあんなに小さかったのに、今のあなたはもう小玉の子を、いや、ナタを背負って立てるわね。おばちゃん家で飲んだドリンクと読んだ本のおかげだよ。ラゾーリとシロネンが同じ部族の人だってことは聞いてたけど、こんなに仲が良かったんだな。子供の頃、父さんと母さんはラゾーリおばちゃんの米作りの技術が素晴らしいとか、お手本にするべきとか、そんなことばかり言ってたな。家でゴロゴロしてると、いつもおばちゃんの工房に連れて行かれて、ちゃんと見て学べよとかって言われてさ。ご両親には先に帰ってもらって、ショコアトゥル水を作って部屋で遊んでもらっていたわね。そうそう。でカンカンって仕事の音を聞きながらドリンクを飲んでたんだ。でもおばちゃんが工房を広げるために集落を出てってからは、うちも遊びに行かなくなった。へえ。でもさっきキッチンにドリンクを取りに行ってくれただろ。なんでスイスイ場所が分かったんだ。昔おばちゃんが住んでた家とここは間取りが完全に一緒だから。例えば、あ、ね、あそこがニエガの部屋でしょ。そうそう。あの頃はあの子の寝室にこもって本を読んだり絵を描いたりするのが大好きだったわね。でも今はもう大きくなったから、いつ来たくてもニエガのベッドじゃ横になれないわね。ニエガもそう思っているわ。少し元気が出てくるとすぐに。手紙を書いてくれているシロネンお姉ちゃんはいつ会いに来てくれるのってしつこく聞いてくるのよ。だからこうしてきたんだって。お詫びにプレゼントまで持ってきたし、
本はそこに置いといたよ。あら、あの子がねだったの？悪いわね。家にいても遠慮がちで、おやつだって聞いてから食べるのに、あなたにはプレゼントをねだるのね。はあ、厳しく育てすぎたのかしら。母よりお姉ちゃんの方が懐かれているわ。そうなの？だったら余計頼りないお姉ちゃんで申し訳ないや。病気が悪化した時は何の役にも立てなかったし、お見舞いも数えるほどしか来なかった。できたのは欲しい本を見つけてあげるくらいだよ。自分を責めないで。あなたには部族の内理士としての重い責務があるんだもの。他に気が回らなくても仕方ないわ。特に私が仕事を放り出してから、あなたの負担はますます重くなった。おばちゃんにはミエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは、部族のみんなも分かってるって。ニエガにはお母さんが必要だった。それでも責任を放棄したのは変わらないわ。それに今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの。全部あなたに押し付けてごめんね。空気が重いぞ。二人とも元気出してくれよ。ニエガはもう良くなったんだろ？心配しないでよおばちゃん、うち一人で大丈夫だからさ。でもニエガが完全に元気になったら戻ってきて、そしたら長い休暇を取れるから。戻ってきたらバリバリ働いてもらうから覚悟しててよ。手も貸してあげない。隣でショコアトゥル水を飲みながら応援してるよ。本当にそうなったらいくらでもショコアトゥル水を飲んでもらっても構わないわ。前まではこの話題に触れるのも怖かった。でも今はニエガがだんだん元のように元気になってきてくれているから、あの時のことに向き合う勇気も多少は出てきたわ。実はあの子の病気はアビスのせいなの。その日の夜は集落で次の米作りに関する相談をしていた。すると急に外から警告の角笛の音がして、無数のアビスの魔物が集落に奇襲をかけてきたの。私を含めた部族の全員が迎撃に出たわ。魔物を撃退した後、部族の守衛と一緒に家に帰って、ニエガが家にいないことに気づいたの。それほど探したんでしょうね。 2,3 日かしら。結局そう高くはない崖の下であの子を見つけた。あの子は手に枯れたエンバーコアフラワーを握ってた。そして傷口にはアビスに侵食された痕跡が残っていたわ。私のせいなのよ。ああなる前に米を作ってくれないかとあの子に聞かれたの。当時は仕事で忙しくて、私、エンバーコアフラワーを見つけてくれたらそれを原材料に米を作ってあげるって言ったのよ。ニエガをこの腕に抱えて、どんなに名前を呼んでも目を開けてくれなかったわ。私が米を作るために工房を郊外に移したから、ニエガを一人で家に置いてきてしまったから、私の娘、私のニエガ、どうしてあんな苦しい目に遭わせてしまったのかしら。うわぁ、そんなに思い悩むなよ。ニエガはもう元気になったんだろ？手紙も書けるようになって、それでオイラたち、いや、シロネンがプレゼントを持ってきたわけなんだし。ごめんなさい。思い出すたびに感情をコントロールできなくなっちゃうの。ごめんなさいね。せっかく来てくれたお客さんを涙でもてなすわけにはいかないわ。食材を頼んであるから夕飯はうちで食べていって。チュペデカマロネスと魚のミントソースグリル、メインのお料理はタタコスよ。そんなにたくさん
一人で作るのは大変じゃないのか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。でも大丈夫、お料理くらいどうってことないわ。あなたたちは食べるのをメインにお願い。私はもう若くないからそんなにたくさん食べられないわ。オイラたちちょうどお腹空いてたんだ。絶対完食できるぞ。そういえばシロネンはパステルデハイバが好物だったわね。魚のミントソースグリルはやめてパステルデハイバにしましょうか。確か魚の骨を取るのが苦手だったのよね。どっちでも、今は魚を骨ごと噛み砕いて飲み込めるから。もうそんなことしなくても魚の骨くらい取ってあげるわよ。それと食後のデザートはグレインカップがいい？それともチョコレート？グレインカップ！チョコとグレインのみ。わかったわ。さて、料理の準備をするから少しだけ手伝ってもらおうかしら。注文した食材がもうすぐ届くはずだから、入り口のところで待っててくれる？届いたら中に運んでちょうだい。シロね、起きなさい。食欲がなくなるからご飯の前に寝ちゃダメよ。もう子供じゃないんだけど、食欲もバッチリだってば。子供じゃなくてもダメなものはダメ。若いうちに体には気をつけておかないと、年を取ってから。わかったわかった、行ってくれって。オイラたちも行こうぜ。すぐそこだし、そんな手間でもないだろ。あの子ったら。